昼間のライブってさ、すごい久しぶりてか、あんまなかったね。ないよね。こんにちはなんて言ったことない。でね、またまた珍しいのがビートルズデイっていう企画も、もう最近なかったね。ないね。あの昔ね、昔っていうか、まあ、あの国立のお店とかでね、結構あったんですけどね。それをね、なんかね、復活させたいっていうことでね。ですね。でね、あともう一つね、私ね、あの横浜線に乗ったのが久しぶりでね、なんか止まってるみたいだね、今。マジで帰れるのかな。多分帰る頃には治ってる。治ってるか。人身事故だっていう噂だ、ね。あ、そうなんだ。ヤフー運行情報を言うとそうなってる。あ、そうなんだ。あのこっち東京は23区、先週はね、目黒でライブやったんですけど、八王子はすごい久しぶりだね。俺も立川やったことあるんだよな。でね、八王子っていうとなんかね、イメージ的にね、天候が悪い時ニュース速報でね、八王子の北口の駅前が必ず映るんだよな。あの 雪の町だよね。雪の町か。八王子といえば雪の町。初雪とかね、ということでね、皆さん、今日は我々パッパビートさん出させていただくの今日初めてなんですけども、昼間からこんなにお越しいただきどうもありがとうございます。デビュー前というか、まあ、初期のねビートルズやってるんですが、今のはね、皆さんもビートルズフリークだから説明する必要もないと思うんですが、デビュー後のやつファーストからね、I saw a standing there と Ask me why、 それからセカンドからデビルイヤーハートね、お送りしました。普段レコードの曲やらないんですよ。たまにやるとやっちゃうんですね。でもね、なんか新鮮だよね。本当。こんな曲もあったんだな。あったんだなと。でね、早速自分たちの領域に逃げ込もうっていう。これからね、ちょっとね、次は引きこもりに入ります。引きこもりあります。たくさん飲んでくださいね、皆さん。ね、いいですね。昼間からお酒飲めるってね。3連休の今日は中日。あ、そうだね。でね、昨日ほんと寒くてね、もう天候悪くてね、で今日良かったね、晴れて。でもね、風がすごい冷たいですよね。冬に逆戻りだね。ね、はい、皆さん体調管理ね、よろしくお願いしますね。何を話してるのか、何を語りかけてるのか。さっさとやります。さっさとね。じゃあ次はね、これ BBC、 バウンドバイラブっていう曲です。で、ね、これもう一つがハネムーンソング、ハネムーンソングっていうタイトル2つあるんですかね、いうので、これも盛り上がらないね、この曲も。あ、皆さん盛り下がりましょう。どんどん飲みましょう。どんどん飲む。おう、おう。じゃあご投票お願いします。
で今のは、ファーストからチェインズやってみました。次はですね、デッカのとこかな。そう、デッカのコーナーですね。デッカのコーナーですね。デッカのオリジナルですね。デッカで、そうそうですね、ビートルのオリジナルナンバーを、3曲のオリジナルやつですよね。やってみたいと思いますが、デッカテープっていうのはね、我々ね、若い頃というか少年の頃ね、ストリオレコードから出たね、聞いてる聞いてる聞いてる、あのさ、茶色いジャケットでさ、トリオのさ、だけどね、幻の3曲と言われているね、Like Dreamers Do と Hello Little Girl とそれから Love of the Loud っていう、その3曲がね、入ってなかったんだよね。なかった ね、 ね、 そうだよね。でね、もう一生懸命ね、新宿の海賊版屋のね、レコード屋さんとか探し回ってね、やっと3曲が見つかって聞いてみたんですけどね、やっぱなんで俺抜いたんだろうね、すごいかっこいいよね。著作権うるさいでしょ。著作権かな、オリジナルだからビートルズ、ね、そうだね、あとはカバーだもんね、あとカバー、すごい、その3曲これからやるの。そう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 、ビートルズのオリジナルだけをやります、ね、オリジナル、デッカのオリジナルだけですね。やりますか。はい、ワン、ツー、スリー、ファイ。Love it up good, so I hope they got the baby to say, ooh.
よさらのいや、え、行く、ワン、ツー、スリー、はい。だいぶ盛り下がったことかと思いますけどね。勝手しないよくわかるね。デッカって盛り上がる曲あんまないんですよ。この間ライブでね、全曲やってみて分かったんですよ。そう盛り上がる曲ねえじゃん、これ。全然ない、ね。オーディション落ちるわけだ。だから落ちちゃったんだって思いました。盛り下がったところで皆さん飲んでますか？たくさん飲んでくださいね。飲んで、うさを晴らして盛り上がりましょう。で、でっかいで盛り下がっちゃったんで、ロックンロールやって盛り上がろうかなと思ってますので。ロックンロールやりますか。はい、じゃあ、リトルリチャードから。はい、OK。 巻き舌でリトルリチャード。リトルリチャード。はい、行きます。はい、ワン、ツー、スリー。Oh,
楽しい時間は早いね。次で最後のナンバー、お決まりの演出ありがとうございます。今ねちょっとハーハー言ってんですよ。このままね30分ぐらいのステージしかやってないんでね。あ、そうだ、ちょっと長めだからね。ハーハー、まあいいや、とりあえずね、じゃあナンバー、今のはトゥルーラブっていうのは、いや、トゥルーラブの説明をしてる。説明、カール・パーキンス。カール・パーキンス。今の3曲は説明してないんで。ああ、そうだ。説明して。はい、説明してください。ね、マイ・ソウルっていうのはリトル・リチャードのナンバーで、ですね、ポールがね、シャウト方法とかね、勉強してた
アメリカ人ね、黒人のロックンロールです。で次がね、トゥーマッチボンキービジネスっていうのもね、黒人のね、あのチャックベリー、ビートルズ結構この辺多いね、カバーでね。でさ、次のさ、トゥルーラブってこれカバーしてるの？カルパティショーかなんかよ、音源として残っちゃいないけど、多分やってると思う。ハンブル語りでやってるのかな。76年ぐらいだったかな、あのイギリスで、ロンドンでね、カール・パーキンスがあのデビュー30周年記念かなんかの、ライブをやったんですよ。その時にあの、リンゴとかね、ジョージとかクラプトンとか、まあ、いっぱい出てきて、でその中で、この曲は、カール・パーキンスが歌ってジョージとかがこうコーラスをつけるみたいな感じでね、やってたんですよ。いい曲なんでね、ついあのコピったんですけども、あまりにも長いんで、あの短くしてます。そうそう、なぜなら歌詞を覚えられないから大変なんですよ。英語2だったし。英語2だった、英語2だった。10段階じゃないよ、一応5段階だからね。5段階でいいか。10段階すると4ぐらいになるね。俺社会2だった。あ、そうか。そういう話はどうでもいいんですけどね。デビュー前、大体頭があるよね。デビュー前の曲ってあのジョージの曲が多いよね。相当多いよね、でまだあのカバーしてないのいっぱいあるよね。そうなんだよ。いっぱいあるんだけど、歌詞覚えるのが大変。歌詞ね、覚えらんねえですね、もうね。頭が悪いから、もう英語2だしさ。いや、分かったよ。俺、社会2だっつってね。後藤君、英語喋れてね。俺はね、音楽2だったよ。音楽2か。ずっと2だった。タナ、タイプ1だろ。こんなネタで引っ張らないでね、あのとっととやりましょう。はい、じゃあのデビュー前といえばね、これが一番やっぱり有名なのかな。分かんないけど、映像が残ってるね。キャバンクラブのね、サマーザーガイっていう曲です。Thank you.
ありがとうございました。